2022年こそはちょっと試合に出て頑張りたいなと思ってますんで、はいはいはい、まあ、ぜひ勝ったらヒロさんにインタビューをしてもらおうかなと。あ、もちろんやりますよ。勝ったら何、グランプリ、万が一勝てたら、いや、グランプリちょっと言い過ぎでしょ。グランプリ言い過ぎ。今年度第2戦グランプリーズと優勝者は持永純次。チャンピオン、あ、チャンピオン来た。モッチおめでとう。モッチおめでとう。バザーン、バザーン、バザーン。モッチ最高。モッチ帰ってきた。おめでとう。ありがとうございます。モッチ。優勝してそういうこと言わないの。本当にね、もうね、感謝入んねえとか思いながらついてましたから必死でしたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。粘ってよかった。いや、かっこよかったよ。ありがとうございます。本当にプルプルしてましたもん、ずっと。いや、なんか思うけど、すごい。ありがとうございます。すごい、チンって言ったから、ちょんって言ったら、たぶんあの、ぽよってなってたから、たぶん終わりました。ありがとうございます。いやー、なんかね、勝ったっていう実感あまりないんですよね、本当は。ついにやりました。やったー。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。感動しました。ありがとうございます。改めて、グランプリイースト第2戦優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、一晩経って。昨日は寝れましたか。いや、あんまり寝てないですね。いろいろこう連絡とか、そうですね、対応とかで、そういうのが、あと、まあ、まあ、興奮的なのもあって、まあ、そうですね、結構本人的には、まあ、喜びもあるありはするんですけど、もちろん嬉しいは嬉しいんですけど、まあ、正直ちょっと自分の中では、それはちょっとなしだなと思う。ミスがやっぱあったんで、いっぱい。あ、なるほど。なんかそっちの情景の方が思い浮かべられて、あ、そっかそっか、今そっちの方を目つぶると出てくるんですよ。うわってやっちゃった、あれ、そういやっていう。なんでなんかもうどっちかというと今すぐ練習したいみたいなぐらいのなんかモヤモヤ感はちょっとあったんですよね。達成感というのとはちょっとまたちょっと違うんですね。それと別のところっていうか、まあ、自分に対してのっていうことね。そうですね、自分に対して貸してた、このぐらいはできたいなっていう願望というか、求めてるものを結局できてなかったんで、もちろんできてる部分もあったし、あ、そうだね、もちろんそれらがなくて勝てるほど甘い大会じゃないんで、そうだよね、とはいえやっぱ多分に運勢に助けられたなっていうのがすごい自分の中であるし、まあそんなこと言い始めたらね、大会1日通して何のミスもなくて俺完璧だったぜっていうほどのことはやったことがないんで、まあ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 ないものねだりですよね。まあだから面白くてやってるっていうのもありますし、僕自身楽しめた。まあまあ楽しかったですよ。すごい苦しかったですけど、なんかその苦しい感じが楽しかったかな。しばらく離れてたこの競技の世界観っていうのが、まあ、しかもちょっとこうやむにやまれずっていうのもあったんで、ちょっとこうちょっとずつでも出れてればまた違ったんですけど、やっぱりこれ2年ぶりだもんね。ちょっと実感とかは湧いてきた。あ、まあ、優勝した一晩経って優勝したなっていう。そうですね、いろんな人のコメントに最初追われてて、なんか追われていくうちに、あまり追われてるだけばっかりな気がしてたんですけど、なんか徐々に何か分かったんだなみたいなっていうのと、まあこんなに喜んでもらえたならいいことしたなみたいなっていうか、良かったなって。いやだってもう大騒ぎだったからね、こっちね。まあ、そうですね、本人的にほら
なんて言うんでしょうね、相手の人と僕はあんまりそんなについてる気がしてないんで、あ、まあ結局どんなすごい人だってたったワンショット切り取ったら誰か分かんないことになってるし、ね、あのトータルで見ててその人とずっと向き合って戦えるほど長丁場のゲームって正直ないんですよ、なかなか。正直プロの人たちだってプロツアーでもしやるがっぷり4つに組んでやろうとしたら、もっともっと長いゲーム数じゃないと本当に差は出ないと思うんですよ、ね、まあうん、そうだね、やっぱり短くなっちゃうんです、トーナメントとしてやっていくの。なるほどなるほど。ヒルヒルになった試合は全部フリーボールの取り切りになっちゃったんですよ、あサイドのラフが、はいはい、でそれがまあまあ簡単といえば簡単なのかもしれないけど、やっぱり僕的にはあここの振り間違ったら終わるなみたいなのがあったりして、そこがもうフリーボールを持った瞬間にあここどうしようって思い悩むのが絶対1箇所あったんで、それをこうきちんとなんかどういう風に自分の中でこうあれこれ対策練って取り組むかって、もちろん100点取り切りなんてしてないんですけど、まあそのなんていうか取り切れないっていう未来には繋がらないようにはやれたから、その3つは結構僕の中では嬉しかったな。なるほどね。準決勝の小川プロの5ラック先に取られて、はい、そこから負けたあの5ラック目の取られた時とかはしんどかった？まあ、そんそれは別にしんどいっていうか、ちゃんとつけてない自分に対してモヤモヤはあったけど、あやっぱ結局自分とのなんだね、まあ、そうなんですよ。結局勝ち負けもまあ結果的につながる、もちろん勝つための選択肢もするし、自分なりには考えて出すし、ただそれがなんか勝ってるから嬉しく喜んでて、負けてるから悔しくてっていうのはそのテンションが下がるというか、あなるほど、それは違うかなみたいな。でめちゃくちゃいい内容で負けるときは負けるし、相手が上回るなんてザラにあるから、そういうんじゃないよね、やれることやって負けてて下向いてもしょうがないっていうのがあるかなっていう、相手を褒める必要なことかなという、素晴らしいプレーを貶めちゃうとで自分を貶めることになるんで、じゃあ今回は試合の結果的にはまあ勝ったけども、そうですね、まあ、内容っていうか自分的にはそうちょっと若干こう悔いが残るじゃないな、まあまあまだまだだったなっていう、なるほどね、まだまだ頑張ろうって、はい、感じですね、はいはい、じゃあ今回はお疲れ様でした、はい、どうもありがとうございました、はい、ゆっくり休んでください、はい。